昔々あるところに、それはそれはとても美しい二人の姉妹がおりました。Quelle robe merveilleuse! Merci. Êtes-vous seule? Grand Dieu! 小姐，你好。我在城里开了一个大的 IT 公司，到我们公司来吧。对不起，不感兴趣。不感兴趣？哦，할지기부해봐라미카람。할지？할지？알바트。마마하라미카함。哦，마하라。とりわけ姉はこの世のものとは思えないほど美しく、その上頭も良かったので、国を司る大事な部署で働いておりました。しかし本当の姉の正体は誰も知らなかったのです。アイロンがけはお父さんが一番上手よね。お父さん、ん？これもお願い。はいはい。これ急ぐの？急ぐ急ぐ。陽子、スカートそんなに短くして。みんなこうなの。お姉ちゃんはセンスがいいのに、お尻が見えちゃうわよ。そういえば最近この辺りで痴漢が出るらしいぞ。気をつけて。みんなと同じがいいの。何でもそうなんだから。いいじゃん別に。放火も立て続けに起きてるらしいしな。そうよね。陽子、食べながらメールしないの。早くしないとさっきから楠木くん待ってるのよ。はい。行ってまいります。あ、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。おはようございます。ごめんなさいね、待たせちゃって。いえ。今陽子うんこしてるから、もうちょっと待っててね。すっきりしなくって。楠木くん、何？美しい人間の皮をかぶった恐ろしい悪魔、それが姉の正体。姉は悪魔だ。え、振られちゃったの？マジ病んでる。なんで？
イメージ違ったって。付き合って3日じゃん。そうだね。ひどくない？なんでだよ。いいよ別に。人の心が変わるのは当たり前のことだし、人生にはもっと大変なことがあるの。もっと大変なこと？ねえちょっと聞いて。超マジでムカつく。今日もだよ。痴漢？電車なんか死んでもならない。最悪。親父サラリーマン？学生。ないんだよね私。え？痴漢にあったこと？一回も？一回も。リアルに？リアルに。小学校の時にお姉ちゃんが絶対に痴漢に遭わない方法を教えてくれたの。マキカ様が？どんな方法？こんな感じ？これだこれだ。じゃあ山下君。はい。笠井君。はい。よろしくね。はい。はい、課長、中田さんが。ん？中田君、その爪のことなんだけど。爪の色がちょっとはげたぐらいで支障はないでしょう。勤務時間に爪の手入れはいかがなものか。僕たちも国民の大切な血税で仕事をさせてもらってる以上、身を粉にして働く責任があるっていうかだね。分かってもらえたかな。おっしゃりたいことはそれだけでしょうか。え、ああ分かってくれたらそれでいいんだよ。全然分かりません。え？お言葉ですが課長、昨日課長はタバコを吸いに喫煙ルームに1日8回もいらっしゃいました。1回につき約5分、つまり勤務時間のうち約40分もタバコを吸うために費やしてるんです。え、あ、それは課長の喫煙40分に比べ、私のネイルケアは15分。美しい爪先は心が和みます。見ていると良いアイデアが湧いてきます。しかしそ、うん、それに比べタバコがどんなに体に悪いかご存知ですか。そりゃまあ分かっていただけたら結構です。席にお戻りください。はい。山下君、姉は誰かを言いまかすことに命を懸けていました。そのうんちくはどんな大先生にも引けを取らないものでした。課長は言い組んでても私には通じませんからね。大体残業しないキャリアなんて聞いたことがないわ。あなたの分まで夜中の3時まで仕事したんですからね。爪なんていじってないで仕事してほしいもんだわね。あの先輩、飽きすぎじゃないですか。私はこのくらい空いてるのが好きなの。そうですか。それじゃあお好きに。何を好きにって。先輩見えてます。
られたらやり返す、やられなくてもやり返す、それが姉のモットーでした。はい、切れました。不条理なことがあるのだと、つまり幸運な星の下に生まれるものと不幸のどん底に生まれるものがいるのだと妹は思っていました。それでも妹はいつか悪者には天罰が下ると信じていました。おいしい。だがなぜか姉はこう呼ばれるようになったのです。この番組はニベア、スバル、サントリーとご覧のスポンサーの提供でお送りします。ヨーコ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 、今日ヨーコんち行っていい？お姉様にお礼を言いたいんだ。お礼？今日子ね、マキコ様が教えてくれた痴漢撃退法やってみたんだって。そしたらマジで痴漢に合わなかったし。あれやったの？高校入って初めてだよ、男子にして電車に乗ったの。私もやってみようかな。多いよ俺。マジで？じゃあ私明日からやるわ。やるか普通。でもさすがマキコ様、私憧れです。激発。超美人で頭いいお姉さんで羨まなんだけど。だよね。みんなお姉ちゃんのこと知らないからだよ。私は生まれてから一度もお姉ちゃんがいてよかっただなんて思ったことないし、どんだけあの悪魔のせいでひどい目に遭ったことか。苦労は拾ってでもしろって言うでしょ。ジャンボ、うちのお姉ちゃんの恐ろしさはあんただって知ってるでしょ。人は地獄を見て大人になっていくんだよ。じゃあ地獄に落ちれば。頭良くて綺麗でスタイルよ。本当に姉の恐ろしい正体を知っていたのはただ一人、哀れな妹だけだったのです。今日も暑いですね。知ってました？昨日も坂本さん家の隣で放火があったそうよ。また、うん、すぐに気づいて消したから大したことなかったらしいけど。犯人は捕まってないんでしょ。怖いわね。そういえば昨日久々にマキコちゃん見たけど、また綺麗になって立派よね。ミスキャンパスに選ばれるほど綺麗なのに、お勉強もできて、その上お勤めも。霞が関？もうそうよ、もう政務省ですもの。これから先が楽しみよね。おかえり。ただいま。おかえり太一。ただいま。陽子ちゃんもできるんでしょ？全然ダメよ。こないだのテストもビリから数えた方が早いくらいで。お母さん。あら、うちも一緒よ。一緒じゃないよ。僕はビリから4番目で、陽子ちゃんが5番目。陽子ちゃんいい子じゃないの。性格はね。でも性格がいいだけじゃ世の中渡っていけないし、お姉ちゃんに比べたらまだまだ出来が悪くてね。私の悪口ばっかり。試験のことまで言わなくったっていいじゃない。膨れないの。お姉ちゃんが言ってたじゃない。人間ってのは人の不幸が楽しくて、
うちの子供はバカでバカでって言ってれば人間関係丸く収まるのよ。それで私のこと言う？だいたいお母さんは言いなりになりすぎなんだよ。お姉ちゃんの言う通りしてれば間違いないでしょ。私なんかよりずっと頭がいいんだし、あなたももうちょっとお姉ちゃんを見習ってくれたらね。お母さんは分かってないの、私の苦労を。分かってるわよ。え？上が出来がいいと下は大変よね。全然分かってない。今夜外食だから。どうせお姉ちゃんが言い出したんでしょ。よく分かったわね。それ以外ないっしょ。お父さんの給料日狙ってたかるんでしょ。今日はお寿司天ぷら。珍しくお肉だって。どうぞ。ありがとう。おお、吉川君。こっちこっち。ああ。ねえ、あの方はどなた？アメリカから帰国して国際課に配属になる吉川さんです。国際課ってことは、そう、次官候補。エリートコースまっしぐらですよ。独身ですよ。だから、いえ。堀田君、お茶を入れてちょうだい。はい。東大卒でエリート独身。どうかしたかね。あ、いえ、何か殺気のようなものが。ああ、ここ古いからね、いろんなものがいるんだよ。そうなんですか。ん？いやいや、大丈夫大丈夫。ようこ、早くほら、来ましょ。いらっしゃいませ。姉は美食家でもありました。決めた。2ページのここから3ページのここまでいい？え？大丈夫よ、ゴロ、食べられるって。いや、そういうことじゃなくて。お父さんは胃袋じゃなくて違う袋の方を心配してるのよ。違う袋って？まあ、いろいろね。いろいろって？だからさ、ようこ。だからこれよ。お決まりですか？すいません、こっからここまで2ページから3ページお願いします。かしこまりました。お待たせいたしました。わあ、おいしそうね、お父さん。うんうん。じゃあ、春子さんは真ん中から2番目のところをどうぞ。赤いのも。あ、トマトもじゃあ、はい、どうぞ。ありがとう。あとは、いっちょ！端っこから取りなさい。お姉ちゃんだって真ん中から取ったじゃん。あんたはフォークを口につけたでしょ。いいじゃない、家族なんだから。家族とかそういう問題じゃないの、マナーっていうの、マナーって。おいしい。食べ物に異常な執着を持っているのでした。グルメというより意地汚いと言った方がいいのかもしれません。お待たせいたしました。ミートボールプロバンス風でございます。取り分けてもらえますか。あ、はい。
春子さんどうぞ。ありがとう。陽子。ありがとう。どうぞお召し上がりください。はい。あれ？お。いいからいいから。一、二、三。お呼びでございますか。ゴロ。お姉ちゃん。ゴロ。これは何？ミートボール、プロバンス風でございます。は？けよ、け。あ、ただいま作り直してまいります。はい、コース責任者を呼んでちょうだい。この店で一番偉い人と話がしたいって言ってるの聞こえない？ただいま。春子さん、ちょっとトイレ。どうもお騒がせしております。毛が入っていたことはどうでもよかった。問題は自分のお皿に何個ミートボールが乗っていたかだ。自らの欲望にはとても素直な姉でした。ああ、お腹いっぱい。私コースを2回も食べたの初めてだわ。ママ。はい。何？ディナー券1、10、100、1000、ま、2万円も。ハルコさん気をつけてください。うん、よいしょ。これで4ページと5ページを制覇できるわね。4ページ？メニューだよ。ああ、メニューね。さすがお姉ちゃんだわ。ヨウコ、あんな風に言える？無理。お父さんは？いや、そんなことはさすがに。私も言えない。儲かっちゃったからタクシーで帰りましょうか。春子さん、歩いて帰るわよ。ほら、そうだよな、マキコ。私、ダイエット中なの。あら、そうなの？あんなに食べてどこがダイエットや。はぁ、疲れたな。どっちあげます？おはよう。おはよう。俺今日ゆっくりなんだね。日曜日はお姉ちゃんがお昼まで起きてこないでしょ。お姉ちゃんがいるとずっとダッシュしてる感じっつうか、リラックスできないんだよね。あー、気持ちいい。私が何だって？おっと、よいしょ。うまこだから、その呼び方やめてって。そうやってゴロゴロしてるとますます動物園から逃げてきたクマかと思ったけど、ぽっちゃりクマこ。おしっと。お姉ちゃん、どうしたの？今日は早起きだな。ジョギング行ってきます。ジョギングなんて珍しいわね。行くわよ、くまこ。なんで私が。行くわよね。二重顎でメタボバラのクマになってもいいの？二重顎じゃない。よし。しつこいんだから。本当に仲がいいのね。そうだね、うん、さあ、春子さん、終わりましたよ。はい、ありがとう、お父さん。はい、ああさて、どっこいしょ。お父さん。はいはいはい。お茶飲みたいわね。そうだね。遅い。はい。なんで
で急にジョギングなんか。あったのよ、運命の人。何？え、別に。姉は恋多き女でした。食べ物と男の人、どちらかに絶えず恋をしていました。その旅ごとにその恋を成就させるため、妹は姉の手足となって奴隷のように働かされました。姉が近所のおまわりさんに恋をした時、妹は雑踏の中に置き去りにされました。おじちゃん、どうしたのかな。あ、またはぐれちゃった。そう、お名前わかる。あ、もう一回。妹が中学の時、中学のテニスのコーチに恋をした姉は、妹が入部していた美術部を辞めさせテニス部に入部させました。運動音痴の妹がやっとコーチと仲良くなり、デートのお出かけをした頃、姉は相撲部のコーチに恋をしており、妹は相撲部に入部させられることになりました。整形外科の先生に恋をした時は、くま子、骨折して。姉が恋をするたび、妹は翻弄されていたのです。先帰ってるわよ。ちょっと姉ちゃん。気づかれてない、大丈夫。うん、溶けちゃう。ありがとう。こんなところで陽子にだけアイスクリームを奢ってるのが真紀子にバレたら彼女はすまないから。お姉ちゃんの食べ物の恨みは激しいから。私ってなんでお姉ちゃんの言うこと聞いちゃうんだろうな。陽子は真紀子のことが好きだもんな。ちっちゃい時からどこに行くのでも一緒についてたよな。分かってないし。ああ、こうやってるとホッとするな。お父さん、ん、背伸びしないと一緒にいられないような人と結婚するからじゃない。結婚して何年目だっけ。25年。そろそろありのままでいいんじゃないの。毎日のパパなんて家じゃパンツ一らしいよ。春子さんの前でパンツ考えられない。そんなに無理してて疲れない。疲れる。じゃあやめれば。無理がいいんじゃないか。は？この無理が幸せなんだよ。うん、分からん。まあお母さんと結婚できたことだけが自慢なんだろうけど。ああ、奇跡だよ。奇跡か。最近学校はどうだ？お父さん会社どう？普通。そっか。またブログ？まあね。いつも何書いてんの？誰にも分かってもらえない心の孤独よ。見て見て、今度の彼氏。うわー、前の方が行くね。あ、B 組の岡本くんだ。目の保養になるし。入っていいな。誰か近くの本貸してくれないかな。
よかったら。サンキュー。すごくないよ、こ口聞いたじゃん。これで仲良くなったりして感じなんですんじゃね。ありえないし、ヒョウコって妙に冷めてるよね。夢がないっていうか現実的と言って、学年一のイケメンが私なんか相手にするわけないっしょ。確かに。課長はいつものところじゃないですか。今日はまだ1本目だよ。私は課長、タバコ切れてるんじゃないですか。買ってきましょうか。え、買ってきます。ありがとう、よく気が利くね。銘柄はね、あれ？あれ？はい、1つ。はい、じゃあ1260円ですね。はい、どうも。ありがとうございます。しー。どうも。はい、1260円ですね。どう、20食券って12か。よいしょ、2個ください。2520円ですね。ありがとうございます。あ、おいくつですか。3個ください。あ、はい、はい、3700円。はい、ありがとうございます。おいくつですか。1個ちょうだい。はい、1260円ですね。ありがとうございます。1個ちょうだい。はい、1260円。ありがとうございます。はい、はい、残り少ないですよ。いくつですか。1つください。はい、1260円。ありがとうございます。おいくつですか。1個ね。はい、1260円です。ありがとうございます。おいくつですか。1つください。はい、1260円です。はい、ありがとうございます。あ、よかったですね、最後の1個ですよ。はい、1260円です。何、お客さん。ちょっとあんた、横入りしたでしょ。その花子伝弁当の所有権は私にあんのよ。は、何言ってんだ、うるせえババア。こちら110番。大変です。霞ヶ関高専屋の近くで男が暴れています。年齢30歳前後、痩せ型で紺色のスーツ、かなりイケてない髪型、どっちゃん坊や風、それにガニ股歩き。え、ガニ股歩きだって言ってるでしょ。それから鼻の横に大きなほくろ。だからほくろ、ほくろです。え、私は美し大高校1年 A 組、中田陽子です。ありえない。ごめんごめん。風邪？もう来んない、ごめん、ダメダメ。大変失礼しました。頼むよ、いい加減にしてくださいよ。僕がね、はい、ホームステイしたニュージーランドはね、はい、まあ、みんな知ってると思うけども、ラグビーが非常に、そこにしようか。あ、はい。中田君、タバコは？いや、なんでもない。笠井君、やっぱりあっちに行こうか。はい。課
長、タバコなら自分が買ってきましょうか。火災、何言ってんだよ。うまっ。ここにしようか。あ、そうだ。いただきます。いただきます。はい、もしもし。はい、今ですか。はい、わかりました。失礼します。また呼ばれちゃった。悪いんだけど、これ食べてくれる？うん、わかった。あの、よかったらお時間のあるときどうぞ。どうも。あの、ビンゴ。はい。君は食べてなかったみたいだね。私は今ダイエット中なんです。失礼します。あの、君は。私の名前は中田真紀子。2007年入社、24歳、独身です。美人ですよね、彼女。吉川さん、ひょっとしてモテモテですね。いや、僕は美人はどうも。ここまではニベア、スバル、サントリーとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。なんでこうなっちゃうの？だからマジ冗談じゃないんだって。前にもお姉ちゃんレストランで自分の肉団子が私より1個少ないだけで15分吠えてた。ないない、マキコ様がそんなこと。マジウケる。本当だってば。先週は乗ったバスの運転手が愛想が悪かったのに頭きて、運転手はサービス業じゃないのかってお客様サービスセンターまで電話して、そしたらうちまで苦情係の人がお菓子持って謝りに来たし、中田陽子さんはこちらですかって。中田陽子？やばい時私の名前を語るの。おかげで私は近所でクレーマーの中田陽子って呼ばれてるし。本当、陽子才能ある。そこまで作れるし。だから、はいはい、じゃあまた明日ね。バイバイ。バイバイ。バイバイ。そういえば最近この辺りで痴漢が出るらしいぞ。気をつけて。絶対後つけられたんだって。気のせいじゃないの？あなた慌てん坊だから。違うよ。ただ後ろを歩いていた人じゃないの？だって私が止まったら向こうも止まったし。振り返って確かめたの？超やばい、見れないっしょ。春子さん、陽子、ちょっとおいで。ん？あの道は夜になると暗いからな。何これ？スタンガン。体に50万ボルトの電流が流れるそうだ。痴漢が出るって聞いて心配だから買ってきたんだ。これ明日から持ってきなさい。こんなのとっさの時に使えないよ。どれどれ。えい。さすが50万ボルト。ゴロ。ん？50万ボルトの電流が流れたらどうなるの？気絶するよ。
私が後つけられてる話は仕方してたくせに。ねえお父さん、ん、私も持ち歩こうかしら。うん、春子さんのもっとすごいの買ってくるよ。ほら熊子。はい、130万。はいはい、やい、明日これ買ってきて。え、マーク。はいはいはい、っと花子膳弁当限定30個発売、12時と18時から。12時からって私学校。夕方6時なら大丈夫でしょ。やったよ、わざわざ遠回りして弁当買いに行くなんて。熊子、あんた忘れたのね。何を？2001年4月10日学校に行く途中、犬のうんちを踏んだ熊子が臭いって言われるのを私が隣のジャンボのせいにしてやった。何？2001年8月3日田舎のおばあちゃん家に行った時、蛇がトグロを巻いていたのを見て泣き出したので私がどけてやった。何？2002年2月21日お風呂の中で清のずんどこ節を歌ってて、サビの部分ができなくてイライラしていたのを私が歌ってやった。何？2002年12月25日サンタさんが、あの時さ、ヨーコからさ、もういいもういい、行きゃいいんでしょ、行きゃ。明日の夕飯食べないで待ってるからよろしくね。何してんの？あ、あ、いや、あの、これはその、なんか、こんなこんなの？お前変わってんな。後で教科書返しに行くから。なんだって？お前変わってるな。うっそ、マジ岡本いけんじゃない？何が？彼氏によ。いや、ありえないし。岡本くん、陽子のドストライクじゃん。え？ん？マジだ。なんで言ってんの？本当だ。うるさい。違うから、私は興味ないし。へぇー。何？へぇー。何？
のすいません、お願いします。そのお弁当を譲ってください。え、それを持っていかなければ私どんなことされるかわからないんです。大げさだな、ごめんね。大げさじゃないんです。それがないと殺されるかも。え、前にも買ってこいって言われた限定アイスクリームを道に迷って溶かしちゃった。それから1ヶ月も仕方されたんです。先着10名お取り寄せチーズケーキを逃した時にはお取り寄せできるまで100回も電話させられたし。もしかしていじめられてるの？いじめって言ってもいいかもしれません。今の学校って大変なんだね。ええ、まあまあ。分かった、分かったよ。譲ってあげる。本当ですか？うん、僕は別のを買うから。はい、ありがとうございます、助かりました。だけど君しっかりしてるのによほど悪い奴に目をつけられたんだね。これが私の生まれついた運命なんです。やっぱもう行かないと。失礼します。運命か。マキコ、晩ご飯何がいい？いらない、クマ子が花御前弁当買ってくるから。あら、そう。何やってんのよ。私を誰だと思ってんの？中田真希子よ。私が弁当30分以上も待てると思ってんの？お姉ちゃん、私の花御前弁当は買ったわよ。買ったけど痴漢がいるの？痴漢？もしもし、お姉ちゃん、もしもし、大丈夫？お姉ちゃん、傷ついてないか？お姉ちゃん、やっぱりお姉ちゃんだったんだね、私のこと。えっちゃん、無事だった、よかった。何、弁当の心配してたの？
当たり前じゃん。そういうやつだよね。期待した私がバカだったってことだよね。どうする熊子。どうしよう。は？あ、横入り男。何言ってんだ、うるせえババア。姉が退治した男はこの町を騒がせていた痴漢ではなく、なんと連続放火魔だったのです。感謝状、中田真紀子殿。あなたは平成20年6月3日青葉区美し台7丁目付近で発生した連続放火事件の捜査に大きく、連続放火魔はなんで私を襲ったんですか。ここにあなたはお弁当屋の前で暴れている男がいると通報したでしょう。通報。それで犯人はあなたが放火について何か知ってるんじゃないかと思ったようです。私通報なんかしてません。姉ちゃん、ありがとうございました。だから全部お姉ちゃんが撒いた種だったんだよ。お姉ちゃんさえ変な通報しなかったら私は怖い目にも遭わなかったし。でも放火魔も捕まらなかったってことでしょ。やっぱり真紀子様、やることがダイナミックすぎる。大変、超大変。慌てないの。世の中に大変なことなんてそんなに起こるわけないんだから。楠木君、大学だって。リアルに。リアル。どうして。 C 組の女子妊娠させたんだって。よし。他に3人も付き合っててヘッチしたらすぐポイするので有名だったんだって。チャラだったんじゃん。よかったね、陽子別れて正解だよ。陽子もやり捨てだったんじゃね。私の運全部お姉ちゃんに吸い取られたかと思ってたけど、たまに私にもいいことがあるんだね。うん。陽子、呼んでる。ほら、行きなよ。行きなよ。ほら、行きな。サンキュー、石狩さん。石狩さん。お前名前まで変わってんだな。はい。クマコ。石狩クマコ。お姉ちゃん。それではただいまより点灯式を行います。マキコちゃんのおかげで街灯までたって、やっぱさすがよね。中田さん、やっぱりさすがだよね。で、それでは七台四丁目街灯点灯。中田さん家のお嬢さん、美しいだけじゃなく勇気もあるのね。そんな全然ね。全然。正義の味方だね。正義の味方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 。バカバカしい。なんで、なんでこうなっちゃうの。その姉の悪魔のような正体を知っているのはその妹だけだったのです。それでも正義を信じる妹は悪者には天罰がいつか必ず下ると、世の中はそんなに不条理なことばかりではないと未だ信じていたのでした。15分後、霊夢ショーの前に集合。
だけどお姉ちゃん、私だってヒルト。2分近く。この金は覚えてなさいよ。そんな。クマ子、出番よ。え？私の運命の人。え？あの人。分かったよ。譲ってあげる。あんた知ってんの？え？ううん、全然知らない。あの人が今度の餌食。昔妹は世界を回しているのは自分の姉に違いないと思っていました。